ピアノ競争曲第3番二丁調作品50は、ドミトリー・カバレフスキーが1952年に完成したピアノ競争曲。演奏時間はおよそ18分。1948年のバイオリン競争曲、1949年のチェロ競争曲第1番に続く、ソビエト連邦の青年に捧げる競争曲三部作の完結編として作曲された。 他の2曲と合わせて演奏できる、よう、比較的小規模に作られており、チェロ競争曲が単調であるのに対し、バイオリン競争曲同様長調,調を取っている。1953年2月1日に、モスクワ音楽院大ホールにて、ウラディーミル・アシケナージのピアノ独奏、作曲者式モスクワフィルハーモニー管弦楽団により、初演。カバレフスキーは本作を作曲中に、 当時モスクワ中央音楽学校に在籍していたアシュケナージがベートーベンのピアノ競奏曲第1番を弾くのを聴いて初演を依頼したという。独奏ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンに、ティンパニタダ楽器、言語部山楽章構成。ソナタ形式。還元楽の短い助奏の後。 ピアノに快活な第一主題が現れる。しばらく展開した後に、第二主題がやはりピアノが先導する形で現れるが、これは第一主題とは対照的な民謡風の落ち着いた感じのものである。三連符が目立つ展開部は一旦還元楽の競争で締めくくられる。過電ンの後、第一主題、第二主題の順で現れ軽快に締めくくる。三部形式。 4分の4拍子。弦のピッツカートで始まり、ピアノでやや憂いを帯びた主題がそうされ展開される。中間部は8分の6拍子。軽やかなワルツとなるが、これは同じ頃作曲された、自動用の歌曲、私たちの国と共通のメロディを用いている。再び冒頭の主題が戻ってきて静かに終わる。ロンド形式。還元楽の前奏の後、 ピアノで玉の転がるような世話しないロンド主題がそうされる。次にそうされる副次主題は民謡風の素朴なもの。ロンド主題が再起した後、後進曲風の堂々とした主題が現れしばらく展開する。もう一度ロンド主題、副次主題の順で現れた後、第一楽章、第二主題が登場し全体の統一感を高め、最後は軽快に曲を終える。 カバレフスキーとアシュケナージは、モスクワでの初演に続きレニングラードやタリンでも本作を演奏した。これらの演奏会は好評であったが、翌1954年、本作を録音する際、カバレフスキーは独創者にアシュケナージではなく、すでに名声を博していたエミール・ギレリスを起用した。録音の翌年1955年にアシュケナージが、 ショパン国際ピアノコンクールで2位に入賞すると、カバレフスキーは本作の演奏を持ちかけ、カバレフスキーを怒らせたくなかったアシュケナージもこれに応じた。1956年のエリザベート王妃国際音楽コンクールでアシュケナージが優勝すると、再度カバレフスキーは演奏を求めてきたが、今度はアシュケナージも他に弾かねばならない曲が多くあるしもう、 ワコードの競争曲を弾く気分ではないと言って、断っている。人を怒らせるのが嫌なアシュケナージは1962年のチャイコフスキー国際コンクールでの優勝後、同コンクール審査員であったカバレフスキーに対して、ワコードのためではなく、本式の競争曲である、ピアノ競争曲第2番を弾く用意がある、と申し出た。この申し出に対するカバレフスキーの態度は、びっくりして、 それはどうもご親切なことで考えさせてもらいましょうと言ったという。もっともアシケナージはこのやりとりの数ヶ月後にはソ連を離れており、競争曲を演奏してはいない。ありがとうございます。